こんばんは、桃太郎でございます。前回ですね、顔が厚い系 YouTuber の私が社外品のドアバイザーを取り付けたという動画をアップいたしました。で、それについての効果とかですね、まあドアバイザーは必要かという検証なんですけれども、すいません、まだですね Nボックスにそれほど、まあ、検証できるほど乗れておりませんので、今しばらくお待ちください。で、ドアバイザーもそうなんですけど、まあ、やっぱり日本で一番選ばれている Nボックスですんで、社外品の充実度というのはすごいと思うんですよね。で、私自身ですね、Nボックスカスタム GL ターボを購入する際にはですね、まあ、保証延長パックみたいなのをつけたんですが、装備的にはですね、純正オプションゼロなんですよ。で、まあ、フロアマット、カーナビ、ドラレコなんか全部社外品なんですね。で、最近の社外品って本当純正品に比べても品質も決して劣ることなくですね、まあ、価格もお安いということで、今回は、まあ、その中で私が購入しました社外品のフロアマット、これあんまり動画でねそんなに説明詳しくしてなかったんで、それをちょっとご紹介したいなと思って今回は動画にいたしました。で、まあ最初に現状のですねフロアマットの状態と、まあ、説明をご覧いただいて、それからその後に購入した商品がどこのどういうものかというのを、まあ、一応お伝えしたいと思います。それではよろしければお付き合いください。はい、それでは見てまいりましょう。使用期間はですね、まあ、約1年8ヶ月で、走行距離が約1万2000キロです。で、主にまあ私の場合は週末に使用程度、そのぐらいの状況になります。まあ、なので毎日乗るとかではないので、使用状況はハードな方ではないと思います。で、今映っている、スチール製のヒールプレートはこれ別物ですので、あとマットの裏側はこんな感じの滑り止めの突起がついています。厚みはこのぐらい、約1から 1.5 センチぐらいですかね。運転席だけはマットが滑って運転に影響が出てはいけないんで、このような家具で固定するようになっています。もともと Nボックスに貼ってある生地、下生地ですね、そこの生地に切り込みを入れて金具を装着するようになっております。私はディーラーのご厚意でですね、フロアマットをネットで購入して、直接もディーラーの方に配送してもらって、でディーラーの方でつけていただきましたんで、作業しておりません。あと足元も結構深いところまでマットが伸びています。それと Nボックスの場合、左足用のフットレストが1段高くなって、こうありますけれども、ここにもカバーされていますので、親切設計だと思います。マットはベンチシートタイプ用ですが、左右の席の間の部分のマットがこちらになります。このようにリアまで伸びております。続いてリアでございますが、こちらのステップのところのマットが付いているタイプを購入しましたので、こちらもカバーしてくれているのでありがたいですね。結構汚れや傷がつくところだと思います。固定はですね、滑り止めの突起と、あとマジックテープなんですけれども、まあ、残念ながらマジックテープ自体の接着力よりもですね、マジックテープのこの裏面とこのステップの樹脂の接着力の方が弱いんで、こうやって剥がすとですね、もうマジックテープごと持っていかれている状況になっております。まあ、ある程度時間が経つとですね、マットの形状も安定してきますんで、まあ、特に動いたりすることはないかなと思っております。大きさ的にはこのぐらいになっております。続いて助手席のマットでございます。足元の奥行きはこんな感じ。運転席側、中央、そして助手席側がですね、合わさるところはこんな感じになっております。ちなみに真ん中のマットも固定は、滑り止めの突起とマジックテープなんですが、状況は先ほどのリアのマットと同じでございます。シート側の奥行きはこんな感じ。こちらの固定は滑り止めの突起のみとなっております。こちらのヒールパッドなんですが、アルミペダルと合わせてつけてみたという
ことと、ですね、もう一つ理由があるんです。ちょっと分かりづらいかな。ここにね、足が、かかとがこう当たるんですよね。こうブレーキ踏むのに。だからね、私ちょっとね、ここに当たりたいんだけど、かかとがここに当たるのもあって、今はこれですね。これを一応こんな感じで、これ一応両面マジックテープにしてますけど、これをこんな感じで置いて、すると一応ここに足が当たるんでにしております。あとリアのマットの上にはですね、通常こちらのラゲッジトレを置いています。荷物を積むのにも便利ですし、いつも乗る人間ならこのまま乗ります。まあ、ちょっとお客さんっぽい人だったら外しますね。でちなみにこのトレーはラゲッジスペースにもリアシートを前にするとぴったりはまりますので、大変重宝しております。はい、それでですね、私が購入した社外品のご紹介する前にですね、一応ちょっと純正の方の説明というか、一緒に見ていきたいと思います。で、NBOX の純正アクセサリーの中のフロアカーペットマットは、一応こちらプレミアムタイプ、まあ豪華ですよね。で NBOX のロゴがバーンと入ってて、まあ、留め具がここについてると。で値段が 25,300円と、まあまあお値段も結構いいしますね。それからもう一個、スタンダードタイプっていうのがありまして、こちらはまあ若干、まあ、毛の長さが、薄いというか短いというか、まあ、こちらに比べるモコモコが結構ついてますから、こちらがもちろんロゴもついてますし、まあ、こういう留め具もついてて 17,600円というふうになっています。で、あとこちらですね、無限にもマットがありまして、先ほどの、プレミアムタイプの値段 25,300 円とですね、同じですね。で無限は、赤色のタイプと、まあ、黒とグレータイプのものがありまして、やっぱり無限で魅力はですね、この無限のロゴだと思います。はい、という、まあ、こういうのがありますよということですね。でまあ、それぞれまあ特徴もあるんでしょうけど、ちょっとこれは細かくは今回説明しませんけれども、一応こういうのはありますと。でじゃあ私が買ったらどんなのかということでご紹介させていただきますと、一応クラフトマートさんというネットショップで私は買いました。もう今から2年ぐらい前の話ですね。で別にここから何かをもらってるわけでもないんで、まあ一つの例として見ていただければいい。私が今回紹介しているものと購入したところなんで。でここでですね、買ったのがこのデラックスシリーズっていうやつでございまして、ちょっと簡単にご説明すると、ここのクラフトマートさんではですね、グレードによってこれだけあるんですね。さっきの純正のスタンダードとプレミアムみたいなもので、それが5段階ぐらいあって、私のは下から2番目のこのデラックスで、マットの厚みがだいたい約10mm、 1cm、 先ほども言ったら、まあ、大体1からもうちょっとあるような感じですね。でもう一つ安いのがこのスタンダードってやつで約 8mm と。で純正のスタンダードが大体このスタンダードとデラックスの辺のあたりなんですね。でプレミアムが多分コンフォートとラグジュアリーぐらいのあたりだと思います。でまあ当然それぞれに値段があります。でこれもちょっとリンク貼っておきますので、もし詳しく見たい方は見ていただければと思います。はい、でちょっと元に戻りますけれども、まず当然スーパースライドシート用とフロントベンチシート用とがありまして、用意されてまして、その中でもですね、まあ、例えばベンチシートですとノーマルタイプというのと ET カバータイプ、 ET っていうのは多分エントランスカバーの略だと思うんですけど、何が違うかというと、先ほどの私の動画の中でも紹介しましたけれども、ここですね、ステップのリアシートのステップのカバーがあるかないかなんですね。なのでない方がいいという方、
もしくはそのステップに何か自分でつけたいという方はこちらを選んだらいいですし、ここもカバーしてほしいという方はこちら私のように選んでいただければいいということになります。で、そこが特徴的ですかね。あとですね、当然こう色とかその模様とかも何種類かありますので、このようにプレーンベージュ色があったり、まあ Nbox でも内装によってね、カスタムとノーマルと違いますから、その辺も含めて自分の好みの柄、色を選んでいただくことができると思います。まあ差し色で赤とか青とか入れたい方もいらっしゃると思うんでね。で、一応ラバーブラックというまあ、樹脂状の水に濡れても大丈夫っていうやつも用意されています。ちょっとね、厚みが5ミリなんで、私これのサンプルちょっと取り寄せたんですけど、ちょっと薄いかなという気はしましたけど。で、オーバーロック、いわゆる縁の縫製ですね、これの色もこれだけ16バリエーションから選べるので、まあ、ここも差し色を入れたい方は非常に面白いんじゃないかと思います。で、セッティングイメージは私、まあ、ベンチシートの場合は私の動画のような感じになりますね。で、ここはちょっと飛ばします。はい。で、ここでもう一つ特徴なのは、このフロアマット生地のサンプルを無料でお届けということで、それこそですね、6種類だったと思うんですけど、自分の選べるんですよ。グレードと、それからその色というのを6種類確か選べたと思うんで、まあ、その迷っている時に、まあ、例えば私だったらデラックスにしようか、コンフォートにしようかとか、スタンダードにしようかと、この辺で悩んでる時にはそれをまず3つ用意して、あと色も見たいので色で何種類とか、色を何種類とかいう感じで選んで、見れば非常に分かりやすいと思うんですね。で、実際ですね、昨年のこれ2019年の3月に私実は動画にしておりまして、もしこれもご興味ある方は見ていただければいいと思うんですが、一応悩んでみたということで何種類か取り寄せて悩んでおります。はい。で、あとですね、すいません、で、価格が15,400円ですね、現在ね。で、まあ純正の、スタンダードタイプの値段が17,600円なんで、まあものすごく安いかというとそうでもない感じはしますよね。で、実は私が購入した時のこの定価というか、まあ、希望小売価格は12,420円だったんで、ちょっと値段上がってますね今で。まあそれはそれで、まあ、状況があると思うんですけど、多分ね、当時から今も変わってないと思うんですけど、ここはまた注意して、もしご興味がございます方見ていただきたいと思うんですけど、今でもこうやってお買い物マラソンとか参加されてますよね、この会社店舗は。で、ここ結構いろんなこの楽天の企画に乗っていろいろやってはるんで、それこそね、ずっと 見ていってるとすごい割引の時とかがあるんですよ。例えば先着何名はとかがあったんですね。なので私実はこの12,420円だったんですけど、当時それにさらに 30% オフっていう時があったんですよ。なので実質はですね、8694円で買ってるんですね。だからまあそういうことをうまく利用すれば、まあ17,600円、まあ、半分ぐらいの値段で買えたりもしますので、そこはこううまくやるといいかもしれませんね。まあ、この辺がですね、まあ、ブランド力はないんですけど、まあ、質感はすごく よくできてると思いますんで、その辺と価格という意味では社外品もいいのではないかと思います。まあ、これから Nbox を買われる方とか、フロアマットをですね、まあ新しくしたいという方は、ちょっと頭に入れておいていただければ、良いかなと思います。はい、本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。
まだまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもご覧いただければ励みになります。それではまた。